Hey everyone! 皆さんお元気です。コロナ発生して以来、一度も髪を切りに行っていないぐらい自粛しているあられです。はい。で、今日は、そんな皆さんに両方です。最近はあんまり見なくなったんですけど、ちょっと前までは流れてたかな。すごいいいものを見つけちゃったんですよね。もうこれ、今から紹介するサプリさえ飲んでれば、激しい筋トレや、過酷な食事制限なしで、一気にもうバッキバキのマッチョになれると。もう腹筋バッキバキのもう、俺がもう半年間とか4ヶ月、ん?俺がもう4ヶ月ぐらいね、結構ガチで減量した後の姿ぐらいにはなれると。サプリのみで。はい。まあ、そんな夢のサプリがこちらでございます。はい、ドン。から食事制限の心配もなく、キタシンの力でバキバキ筋肉がついていく。そりゃ金子健もリアルに使うわ。俺は1日4粒キタシンを飲むことで、体の贅肉をギュッギュッと引き締め、日本人離れしたバキバキボディを手に入れることができたんだ。これ。これは。おい。舐めんのもいい加減にせよ、これ。消費者なめんのもいい加減にせよ。こんなもんが聞くわけねえだろや。毎日毎日こっちはな、収録で筋トレしてんだよなあ。でも体変わんねえんだよ。そんなサプリなんか飲むだけで変わったらステロイド入れねえだろや。どうしまったんだよ、金子さん。どうしちゃったの。前俺がテレビで見た時、この人むちゃくちゃかっこいいなって思ったのに、どうしちゃったの。ねえ、なんであのサプリを、あ、なんであのサプリのスポンサー、ん?ん?ちょっとよくわかんない、わかんないけど、なんで、なんであんなかっこよかったのに金子健さん。まあ大人の事情があるのはわかるよ。うん。でもさ、さすがに盛りすぎじゃない?盛りすぎでしょ?ありえへんやん!ありえへんやん!